というわけで今日はキャンパスツアーをやっていきたいと思います。初めてのアフレコですがやっていきたいと思います。はい、最初はこちら部屋になります。左には自分専用のクローゼットやロッカーがあります。こちらですね、こちらは違う人が使っております。左に行きますと洗面所ですね。こちらでっかい鏡となっております。いろんな物置だったりスペースがありますね。こちらがトイレになります。あれ全然開きません。これね、中でボタン式でロックしちゃって全然開きません。これねマジで開かなかったんですよと思ってたら開きました。はい、という感じでトイレになっております。トイレとこちらシャワーですね。これびちょびちょになっちゃうのがネックですね。はい、こちら出て左に行きますとこちらね共同のスペースとなっております。こちら3人部屋ですね。まだ1人は来てないんですけど、こちら3人部屋です。そして外に出ると廊下がこんな感じですね。はい、で歩いていきます。これね外に出てみると、これね外めっちゃ綺麗なんですよ。これね雲めっちゃうまそう、めっちゃうまそうだな。これ自然がいっぱいでね豊かなんですよ。マジめっちゃ熊うまそう、めっちゃうまそうやん。熊うまそう、くはい、という感じで歩き進めていきます。これねほんと自然が豊かでのどかでのんびりしてて気持ちがいいですね。というわけで着きました。こちらは、食堂になります。エレベーター上がってって歩いていくとこんな感じの広いスペースとなっております。いろんな国旗の国のね国旗がありまして、こんな感じで広々としたキッチンとなっております。キッチンじゃなくて食堂でした。で実際の映像がこちらです。こんな感じで人がいっぱいいて、こんな感じで受付でピーってやって、でこの食堂のおばちゃんたちね、ちょっと今日のご飯をよそってもらって自分で右側でサラダを取るという感じですね。そして、食べ終わりまして階段を降りていきます。という感じで外にこんな感じで無料でドーナツを配っていたり、オレンジジュースとか飲み物も無料で配られております。そしてご飯食べた後はみんなで時間があればこんな感じでビリヤードしていってますね。ちなみにこいつはねめっちゃうるさいやつののんきでおちゃらけ者ですね。という感じで食堂の下にビリヤードとかダーツとかできるとこがあって、外に出るとこんな感じですね。もう緑がめっちゃ多いという感じですね。こんな感じでまっすぐ進んでいくと目の前にこのアスリートスポーツの建物がありまして、そこにはロッカールームだったり体をケアするためのトレーナーズルームがあったりします。はい、という感じでね、アスリートの建物がこんな感じです。学校のシンボルだったりいろんなね壁に描かれてますね。で左がロッカールーム、
ボーカルームがこんな感じですね。一人ずつの場所があってこんな感じで、まあ今散らかってますけど、こんな感じで試合前はここでミーティングとかありますね。そんでこんな感じで進めていきますと、でね、こんな感じで進めていきますと、で階段降りて、この左手のね入り口のとこがトレーナーですね。でトレーナーの部屋がこんな感じです。ここではテーピングだったりケアできますね。電気流したり、ここでアイシングだったりマッサージなどしてもらっています。ここはフリーストレッチゾーンで、いろんなバランスボールだったりチューブがあって、リハビリもできるということですね。いろんな器具が豊富に揃っております。でこちらが左側があったかいお湯が出て、右側でアイシングができるという、でこれがホットタオルでケアができますね。で部屋に戻っていきます。ピッてやらないと開きません。こんな感じでロビーがあって、左手にはちょっと共用のキッチンスペースがあって、右側には自動販売機だったりお菓子が売られてます。でこちらがみんなのランドリーですね。ここで飲み物汲めたり洗濯ができます。これ無料なんでいつでもできます。でそれでみんなが使う教室がこんな感じですね。左手にあったのが今教室です。こちらも緑がいっぱいあっていいですね。はい。で左手にはいろんな数学の教室だったりですね。でこちらが学校でいう正門ですね。歩いていくと、こんな感じで DCCC ってね、ダッチシティコミュニティカレッジの略ですね。でこんな感じで看板があって、ダッチシティって書いてますね。で次にグランドに向かっていきます。今日はイベントでなんかチーズバーガーとかハンバーガーを販売、無料で配ってましたね。こんな感じで歩き進めていきますと、寮からね歩いて5分ぐらいのとこにフィールドがあります。こんな感じでピッチはねラグビーとかの兼用となっております。こんな感じで海外ならではのハイタッチですね。で歩いていたら野生のポケモンが現れました。で夜ご飯食べた後はみんなで駐車場でフットサルしたりしています。で外で話してたら無料でピザが配られて、楽しみなよみたいな感じで配られましたね。夜はこんな感じで騒がしいですね。みんなで会話して喋って眠くなったら寝るという感じです。という感じでキャンパスツアーをやってきました。はい、なんていうんですかね。はい。とりあえず、チャンネル登録とかしてください。インスタもフォローしてください。こういうことやってほしいよとかありましたら、コメントで言ってください。
という感じなんで、今日はこの辺にします。バイビー。